っちはここ丸く描いちゃう。めちゃくちゃ上ってる。もうちょい上じゃね。おいおい、準備してください。ちょ、裏返し普通やって、パンでよく普通やってアンパンマン見して、こっち攻撃して、もっと上に持ってる。おいおい、何やってる。上げたらいい、上げたらいい。ちょちょ、こっちと一緒にして。ちょね、うん、今日サングラス。なんて言われた。今日はワイルドサン。ワイルドサンチか。ハンサムボーイって言われました。ハンサムボーイやな今日は。はい。いけハンサムボーイ。ハンサムボーイ頼むぞ。いいね、似合ってるね。お、全部できん。先発ですね。はい。しかも今日 DH なし。はい、そうです。8番で。8番で今日どうですか、先発ですけど。今日先発で少し緊張するんですけど、まあ、リラックスして投げたいなって思います。バッティングの方はどうですか。バッティングでは、まあ、もちろんヒット1本、最低1本打ちたいなっていうのが目標です。今日は投手では0点に抑えて、打者としては、まあ、ヒットを1本打て、最低1本以上打てるように頑張りたいなと思います。今日2番ショートスタメンですけど、はい、聞いた時どうでした。なんかびっくりしました。よくびっくりしました、はい。声出してチーム引っ張っていきたいです。ある程度2回以降は、まあ、ストライク先行できたので良かったなと思いますしね。バッティングも思ったより力あったというふうには思いましたけど、ね、あと人伸びたんだよ。今日苦手なバッティングなんで、バッティング苦手なんじゃん。井端監督や吉見コーチ、期待に応えられるようなプレーをしていきたいです。強い打球を打って、次にいいようにつなげていきたいなと思って、打った瞬間、いや行ったなみたいな感じでした。はい、右一歩戦でもしっかり打ってチームに貢献したいです。待て、何ちゅうの明日頼むぞ、明日頼む。投げるか分かんないです。いや、投げるやろ、頼むで。はい、徐々にでき始めたかなっていうふうには感じるんで、明日はね、その集大成じゃないですか。それを初回から見せてくれれば勝機はあるのかなと思います。チームでも打線が続いたり、ミスも少なかったので良かったと思います。まず声で負けないようにして、そこから自分のプレーに続けてつなげていきたいと思います。Okay, hey! Oh!